それでは初期値定理と最終値定理について説明をしていきたいと思います。この動画は理工系の学生向けのものです。このようにシステムが与えられ入力と出力があるようなこのような系を考えたとき出力の応答を調整するもしくは応答を制御するといったことが求められることになります。ここの時にこののに出力の 初期値と最終値を信号のラプラス変換から求める手法が初期値定理と最終値定理になります。それについて説明していきたいと思います。まず初期値定理ですが、この YT の初期値 Y0 は次の式で与えられます。この YS は信号 YT のラプラス変換であり、これに S をかけて S, s を無限大に持っていった極限が y の0秒での値になります。一方、最終値定理として y の定常値がこの式で与えられます。これは y のラプラス変換に s をかけて s を0に持っていった極限の値になります。それでは具体的な例で見ていきたいと思います。制御対象の例として s プラス3分の1と s プラス3分の s プラス1という2つの対象を用意します。これに、ステップ目標値 s 分の1を印加したときの出力を考えます。このとき、初期値定理に従って、リミットの s, y, s を無限大に、s を無限大に持っていった値というのは、具体的にこのようになります。まず、こちらの1番の制御対象に対しては、y0 は0になります。 で2番の制御対象に対しては、y0 は1になります。それでは具体的にマトラボシミュレーションで応答波形を見たいと思います。まず1つ目の伝達関数 G1 です。 これにステップ応答を施したとき、その初期値はゼロになります。このようにゼロからスタートしているというのがわかるかと思います。次に2つ目の伝達関数です。これに対してもステップ応答を 見てみます。この時初期値は1であるこことがわかります。このように初期値定理を用いると信号のラプラ線艦を用いてその初期値を調べることができます次に最終値定理について見ていきますどちらも先ほどと同じ伝達関数で これに対して s×ys s で s を0に持っていた極限を考えます。この時 ys がこのように与えられることから、この s と s 分の1がキャンセルされて gs の中に s イコール0を代入してやれば初期値が求まります。それぞれ s イコール0を代入すると3分の1。えー、とこちらも s イコール0を代入すると3分の1となりますので、この初期値あ、最終値の値は双方ともに3分の1になります。 では具体的に見ていきます。このように0.3と0.35の間で、えっと、3分の1ぐらいのところで定常状態に落ち着いていることがわかります次に制御対象の2つ目ですが制御対象の2つ目も最終的には 三分の一ぐらいのところに収まっているというのが確認できるかと思います。これで初期値定理と最終値定理の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。